はい、どうも、TG です。スターデューバレーやっていきます。よろしくお願いいたします。まず最初にですね、もう物じゃない、もうこのね、 BGM の違いで気づいた方もいらっしゃると思うんですけれども、季節が変わりまして夏の季節になりました。ですね、私はカレンダーを何回も見ていたにもかかわらず、一月が30日あると思っていたんですね。実際はカレンダーにあったのは28日まで、スターデューバレーでは一つの季節は28日までだったんですね。だもんでね、はい、枯れました最後に植えたパースニップがね、ギリギリ間に合うとかって思ってたんですよ。30日までだと思ってたから。全然ダメでしたね。無駄にしてしまいました。はい、これから新しい季節ね、一つね、痛い目を見たのでね、これで学習してやっていきましょう。はい、まずお天気。明日は一日中晴れですね。月が占い。はい。今日はごく自然ですね。で、自然と暮らそう。はい。いよいよ夏だね。チャレンジできる新しい作物がたくさんあるよ。例えば、アホップなんてどうだろう。ツルが伸びるまでに少しかかるけど、一旦成長すれば毎日収穫できるんだ。さあ、やってみよう。いいね、ホップ。あ、全部見ましたね。で、あとね、あ、ちょっと待って、例えば試したかったんですけど、これでこれを持ってこうしたら置けない？置けたー、よかったよかった。よいしょ。まずお手紙。うちにいるときつまんでいるレシピなんだが、試してみてくれ。焦がさんようにな、ジョージより。新しい料理レシピ、うなぎフライ。じゃあ、ジョージさんはうなぎフライ好きなのかな？お手紙くれるようになりましたね。ここら辺も全部ダメなので、まあ、新しく種を買ってきましょうね。はい、アンさんおはよう。で、何かそういえば種持ってなかったっけ、私。もらったかなんかありましたよね。これだ。12日かかるメロンの種。これ植えておきましょうか。他は春だもんね。あ、スターフルーツは13日。これでも1個しかない？ 1 個か。メロンが4 5 5個。どうしよっかな。あと、これを使いたいんですよね。で、これを使うのはちょっと考えたんですけど、何度も繰り返し収穫できる子に使った方がいいのかなと思って、春の時期で言うんだったら、スナップエンドウだったんでしたっけ、あれって。サヤエンドウみたいな。ああいうのに使ったら、収穫がこう短いスパンでできるんじゃないかなって思うんですよね。なので、とりあえずスターフルーツとメロンの種は植えちゃうか。じゃあ、まずカマで、いらないとこカマでね、刈りましょう。残念だな。で、あれはなくなっちゃうんですね。あの、ぐんぐんのビールみたいなのやっといたのはなくなっちゃったんですね。違う。こう。2、3、4、5。1、2、3、4、5。で、1、2、3、4、5。お、1、2、3、4。あ、そっか。で、これも夏植えでいいんだよね。夏植えですね。で、ここに1個置いて、で、お水をあげておきましょう。木材も増えるんですね、1回切っても。
こんなとこなかったもんね。ちょっと邪魔だな。で、あとは、じょうろは閉まっちゃってよくて、これも閉まっておくか。で、あともう一個考えたのが、バンドルがあるじゃないですか。で、トロッコの修理、これが延べ棒1個ずつでできるんですよね。で、延べ棒の材料の鉱石が確か、あの人、クリントさんのところで売ってたので、金がそこまで高くないようであれば5個買って作っちゃった方が移動時間が省けると思うんですよね。なのでクリントさんのところちょっと見に行ってみましょうか。うん、そんな感じだね。で、クラフトも結構ね、こんな感じで増えたんですけど、例えばこれだね。炭焼き釜はもう金の延べ棒でしょ。保存ジャーは作れるな。野菜はピクルス、果物をジャムに変える。作りたいですね。リサイクルマシン。散々海とか川で釣ったゴミが変えられるんですね。これも鉄の延べ棒が必要でしょ？鉄と金と、これも鉄の延べ棒でしょ？これもですね。っていう感じで結構ね、これも簡易カゴも鉄が必要なんですよね。なので効率よく取りに行くためにトロッコを先に直しちゃった方がいいかなと思うんですよね。リサイクルマシン欲しいな。で、これもう一個作っておこうか。銅の延べ棒2個。銅の延べ棒2個はないんだっけ。あるな。あるし多分作れるよね。どう、うん、作れますね。はい、入れておいて作れるから、これ取り出してやろうか。2個と、なんだっけ、木材か。木材で、これですね。1個作って、で、木材はしまう。なんだこれ、こんな植物あったか。で、今この木につけてるから1個はこっちにつけておきましょうか。これでいいだろう。あ、できたできた。1個しまって、もう1個作ったらもう9時だから種を買いに行きますかね。違う違う、こうですね。で、こう、OK。しまって、他は別に持ってくものは大丈夫かな。斧持って行っておこうかな。気が向いた時に切れるようにね。あ、あとそうそう、ぐんぐんのビールも作れたよね。あ、松ヤニか。松ヤニは1個しかないんじゃないか。どこだ、これですね。1個しかないから1個しか作れないですね。あ、なんかいろいろあるぞ。まずこれは何、スパイスベリー。スパイスベリー、夏のベリー。ぶどう、スイートピー。え、いろいろ拾えるな、嬉しいな。で、あとはお誕生日の子がいないか。あ、ジャスちゃん、ジャスちゃん、スイートピーとか喜んでくれないかな。1周目はジャスちゃん、2周目いっぱいいるな。ガスさん、マルさん、ルアウパーティー、お、アレックスもいますね。3周目がサムとディメトリウスさん、4周目がウィリーさん。月光クラゲのダンス、うん、依頼はない。ここもないですね。鳥小屋な。よし、種買おう。ん、ガッサン、ガッサンなんかいる？
一家合算いつも同じ場所にいるからまあいいか。私は動物が好きなのよ、TG さんって。これ前も聞きましたね。スイートピーどう？ありがとう。普通でしたね。種買いたい。あ、これか。あ、でも11日かかる。繰り返し収穫できる。あ、ブルーベリーもそうなんだ。繰り返し収穫できる。最初の収穫の後も繰り返し。みんなできるんだな。小麦？あ、これは秋にもできるから別にいいか。何がいいだろう。いっぱいあるな。ホップ栽培キット。これが毎日取れるって言ったんだっけ。ちょっといっぱい買いたいな。また鳥小屋は先延ばしになりますね。あと今回ちょっと長くなっちゃいそうだな動画。ひまわりも植えたいね。どうしよう。繰り返しのとりあえず先にやっといた方がいいよね。トウモロコシ4つと、トウモロコシ1、2、3、4つと、ホップも4つでいいかな。ホップ、みんな日にちかかるな。ホップも、1、2、3、4つにしといて、お花類、どうしようかな。お花2個ずつぐらいにしておこうかな、最初。で、ラディッシュで、お金稼がないとちょっとまずいよね。あ、でも、5日か、唐辛子。じゃあ唐辛子が一番早いのか。トマトも11でしょ？唐辛子5日。じゃあ唐辛子5つと、1,2,3,4,5 と、小麦はいいって言ったんだよね。ラディッシュも1,2,3,4,5と、お花どうしようかな。お花2つずつにしようかな。ひまわり。ひまわりちょっと後回しにするか。で、スパングルとポピーシード。でも4つずつにしちゃっていいか。1,2,3,4。あ、お金がどんどんなくなってく。ラディッシュ、小麦。でも小麦も出荷できるんだったら、でも安いのかな？ 10 円で買えるんだもんな。でもとりあえずやってみますか？収穫にはかま。どうしようかな。ブルーベリー。トマト。スパンが長いんだよな。収穫できるまでがね。でも、あれか。育つのに、そんだけかかるけど、2回しか取れないっていうことではないのかな。難しいぞ。難しいぞ。ちょっと待ってね。4個で買ってるのは右側の4列で使いたいんだよね。で、あ、そっか、5個はもう下2列埋まってるのか。で、5個はあと3列あるのかな。あとトマトと、トマトブルーベリー。トマトブルーベリーがないのか。トマトブルーベリーも買っておくか。4、5。1,2,3,4,5。で、とりあえずいいかな。お金いっぱい使っちゃったな。ぐんぐん伸びる。
ぐんぐん伸びるをどこに使おうか。一番高いのはトウモロコシか。トウモロコシが種が高いから、トウモロコシが多分早いスパンにした方がいいのかな。トウモロコシのところに使おうか。いいでしょう。で、まず植えちゃうか。でも挨拶回り行くか。おばあちゃん、こんないい天気だと生き生きした気分になるわ。おばあちゃん何が好き？スパイスベリー。ぶどうあげてみる？まあ素敵、ありがとうね。かわいいね、おばあちゃん。話すことあんまり好きじゃない。そっか。あ、ポロネギ持ってくるね。おじいちゃん忘れてた。まだ一個ずつあげられるから大丈夫だね。そうだな。みんな一個ずつは確実にあげられますね。今週はジャスちゃんだったから。ジャスちゃんは何もあげてないから大丈夫ですね。あ、ついでにあれか。クリントさんのところで鉱石の値段を見てこようか。今ね、鉄鉱石はたまたま拾ったのが3つぐらいあったと思うんですよね。400高い。今は買えないですね。だけどまあ、ちょっと収穫してからだったら、まあなんとか買えないことはないかな。多分結構鉄鉱石じゃないや、金鉱石って下だと思うんだよね。取れる場所が。なので、買う方が早くなるかなと思うんだよね。リアちゃん。風に乗って運ばれるこの甘い香りが夏の到来を教えてくれるわね。これいる？わあ、すっごい気に入っちゃった。ありがとう。なんだか喜んでくれましたね。一旦お家に帰って、種を植えて、で、どうしよっかな、今日は。バンドル類のために釣りしてもいいよな。あ、できてる、できてる。よーし。よいしょ。これはしまって、長老を出して。ん？長老は？これか。今日あとちょっとお庭の整理しようか。これか。で、一回分かりづらくなるからしまおう。鎌をこっちにして、違う。こうかな。こうでいいかな。お花は一旦しまおう。違う。ここだ。ここに一回入れて、で、トウモロコシが4列だから、この列でいいか。1、2、3、4にして、トウモロコシを1、2、3、4でしょ？お水あげちゃって。で、いいね。で、次、1、2、3、4。1、2、3。1、2って。で、1、おお！え、置けないよ、横。あ、置けた、置けた。オッケー。見づらいな。一番上にすればよかったかな。で、次が、お花、2、3、4。よいしょ、1、2、3、4。ちょっと組んで、1、2、3、4。上も水をあげて、で、これは、こっちが繰り返しの方だっけ？で、こっちが、
すぐ収穫できるとかっていう方でしたね。よいしょ。お金減っちゃったな。まあ最初だからしょうがないかなとも思うんですけどね。これでいいかな。でちょっとここら辺をが邪魔になっちゃうので買っておきましょう。よいしょ。走るとね遅くなるからね、これあると。よいしょ。でいいかな。これなんかある？それでもただの草？草でしたね。これも草？ちらほら生えてますね、雑草。ここら辺もないない。ここも買っちゃう。うん。で、斧持ってこなかったな。よいしょよいしょ。とりあえず軽く買っておいて、こっちで取れるものはない。これも茂ってきたな。茂ってきたな。なんかあるぞ。松ぼっくり。松ぼっくり。よいしょ。え、木もすごい生えるな。ここ植えてなかった。忘れてたぞ。こっちは何もないね。すごいなあ、この草。いっぱい生えるなあ。よいしょ。ここら辺の草。確かね、牧草みたいにできるんですよね。なんて言うんだっけ。そういうのが、を入れる建物があるとできると思ったんだよね、確かね。でもまだ建てられないので、繊維増やすか。あ、一番上が空いてたね。トマト、ブルーベリー、一番上が空いてるけど、あと一列増やしてもいいか？かかしは、木材、繊維、石炭。ああ、増やさなくてもいけそうですね、ここに。ちょっと見づらいからこっちおいで。こっちおいで。じゃあ、トマト。で、上にブルーベリーにしよう。4つだった。あれ4つだったぞ。間違えたぞ。え、気持ち悪いからもう一個買ってこようかな、ブルーベリー。あー、でももう今日閉まっちゃったか。今日閉まっちゃったな。じゃあしょうがないから、鎌は置いて、斧と釣竿で、で、長炉はまた明日使うことになると思うので、こんな感じにしておこうかな。ちょっと切ろう。で、多分いっぱい伸びてくるから、ここら辺の木も刈っちゃっていいかな。よいしょ。よいしょ。オッケー。これでだいぶね、道は見やすくなるかなって思うんですよね。で、夏になったから釣りも行こうか。あ、思い出した。あとあれだ。なんかお店ができた中みたいなお手紙来てたね、そういえば。あれ行こうか。お店。下の方だったよね、確かね。一旦ここら辺は閉まって。はいはいはい。で、下の方に、何屋さんって言ってたっけ？何かできた中って言ってましたよね。で、そこをちょっと覗いて、帰りは、
草が多いな。こっちじゃないんだっけ？下か？で、帰りは軽く釣りをして帰ってきますか。魔術師さんにあげられるものはないな。おっと、道が結構いっぱいあるぞ。通れないぞ。どこだっけ、お家。まだ8時だから大丈夫かな。もっと下か？こんな遠かったっけ？あ、なんかあるよ。おう、こんにちは。ん？サウスウェスター。船乗りたちの帽子。形のおかげで、嵐の中でも濡れずにいられる。買わないよ。高いよ。せっかく来たけど買えないですね。帽子はもうあるしな、それに。なんだっけ、なんかでもらったやつですよね、私が被ってるやつは。もうここら辺で拾えるものはないのかな。拾えるものはなくなっちゃったか。あ、お花、スイートピー。これは結構女の人が喜んでくれそうですね。タンポポはみんな嫌がってたけど。富士か。他に何か拾えるものないのかな。あ、あるある。よいしょ。スパイスベリー。あと、釣りするか。よいしょ。10時半ぐらいまではできますかね。来い来い。はい。おっと、おっと。いやらしい動きするぞ、こいつ。お、あ、OK ですね。パイク。パイクは夏の魚かな？見たことないですね。またパイクか？ちょっと待って。やばい。もうちょっと。オッケー。パイクいやらしいな、動きが。パイクはある？夜じゃないね。湖でもないね。じゃないか。珍しくもないもんね。古釣りじゃないでしょ。川でもないもんね。パイクはないですね。残念だね。あと雨の日しか釣れない子とかも多分いるらしいんですよね。そういえばね。オッケー。パイクばっかりかな。ちょっとね、あー。待って。パイクじゃなくていいよ、もう。パイクはちょっといやらしすぎるわ、動きが。いやらしい。もうちょっと違う種類も釣りたいな。うん。そういうことじゃないんだ。違う種類ってそういうことじゃないんだよ。私が言ってるのは魚なんだけどな。さあさあ、そろそろダメだね、もう。違うんだって。次、一匹釣って帰らせてよ。次、魚釣ったら帰るよ。はい、違うんだって、だから。お魚を釣りたいんだよね。お魚釣ったらもう帰ろう。来た。パイクか、また。パイクはいいんだけどな、もう。ほいー。OK。うん、もう帰ろう。どこだ？湖だからなのか、夜だからなのか。パイクしか釣れませんでしたね。あー、眠い。はいはい。帰ろう。急げ。で、今日はとりあえず種植えたから、明日は、プレゼントして回ろうか、また。まずは、ここをしまって、
で、俳句と、これも一個出しちゃっていいか。で、斧はしまっちゃっていいかな。で、一応パイクはしまっておいて、明日は収穫できるものはないだろうから、プレゼントできるもの、なんだ？おじいちゃんに、ボロネギでしょ？あと、どうしようかな。アレックスは何を喜ぶんだろうか。アレックス。野わさびって結構みんな嫌いっぽいんですよね。スイートピーいるかな？あ、でもこれは星がついてるのか。スパイスベリー。何かこの辺あげますか。ファースニップは、セバスチャンが好きなんですよね。っていう感じでいいかな。はい。で、今日ね、ちょっとお話が長かったので、動画ちょっと長くなっちゃったんですけど、これで終了にしたいと思います。はい。おやすみなさい。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。バイバイ。